こんにちは、やひろです。えー、今日は2月14日で、えー、バレンタインですね。昨日レッスンであの、チョコレート、あの、めちゃくちゃいただきました。はい。あの、毎日チョコレート食べれそうで、えっ、ー、と、幸せですね。そんな感じで、えっ、ー、と、今日も、えっ、ー、と、コメント読みをしていきます。じゃあですね、えっと、グリップ別フォアンドの打ち方っていう動画についてコメントで。じゃあね、ハンドルになってる。えー m テラさんから、フォアハンドの素振りの練習を繰り返す高齢者です、えー。フォアハンドをイースタングリップで打っています。1週間くらい前のスクールの玉出しの時にこのチャンネルで学んだ打ち方を実践し始めたところ、スクールのコーチからストロークが良くなってきたと言われました。はい、それ良かったですね。あのー、はい、これをやってて、あのー、かダメになりましたとかあんまり言われないと思います。えー、ただ、えー、グリップは良すいので、テイクバックの際にもっと確実に配屈すること。 えー、テイクバックからラケットを下ろしていくときにもっと力を抜くことを注意されました、えー。できれば壁打ちで録画をしたいのですが、なかなかできない環境なので、スクールの玉出しで打ち方に慣れていこうと思います。ということで。はい。じゃあですね、ちょっとここで、えっと、テイクバックの際にもっと確実に配屈をすることっていうのと、えー、テイクバックからラケットを下ろしていくときにもっと力を抜くこと。じゃあ、それをするために、えー、どうしたらいいのかっていうのをあの僕がお伝えするので、参考になればと思います。 えっと、配屈をするときに、まずですね、配屈。この手首を、あの、交換に折る。この背屈をするときに、あの、こうしちゃダメなんですよね。今、あの、前腕の腕の高さが変わらずに、手首の高さを、まあ、手首というか、指の高さを上げてます。こうすると、あの、力が入っちゃうんで、あの、疲れると思うんですよね。何回もやると。どっちかったら、手首を、あの、ちょっと、腕と指の高さを変えずに、こう、 腕肘かな。肘と指の高さを変えずにこう手首をこう落とすと下に向かって力を使うことで背屈になるので最初両手バックで準備した後に両手じゅあ両手バック、あ両手でラケットを準備した時にあ,あ,のある右手の高さよりも下に落としながら背屈できるかなと思えばこれが、えっと、背屈をするための、えっと、ポイントですねこ,れこうなるようにしてい。 で、えっと、力を抜くことということで、んラケットを下ろしていくときに力を抜くことって言ってるので、力を抜こうと思っても抜けないので、抜いてしまう状態にします。それが、こういう状態ですね。今、こう、手離してるんですけど、えっと、手のひらの、この、小指の下の、このヒールの部分に、このグリップの膨らんでる、まあ一番上ですね。こう、下向いたときの八角形の一番上に、 押し付けるような、下にこう押し付けている状態になると力抜けるんですよね。あのー、本来手を離すとラケットの,せあの先端が落ちようとするはずなんで,で、その時にグリップが上がっ,上がってこようとするはずなんですよね。で、この上がってくる、グリップを上がってくるなってこう骨で引っ掛けているような状態になれば力抜けるので、えー、その2つに注意をしながら練習してみていただければと思います。頑張ってください。 じゃあですね、えっと、クレメオープン1回戦。今、あの、コメントが来ましたね。松本さんから。素晴らしいテニスですね。指導されているお手本です。ということで。はい。なるべく、あの、言ってることとやってることが、あの、違ったら良くないと思うんで、なるべく、はい。普段の、あの、YouTube で言ってることを、まあ、レッスンで言ってることを実行しようとしてます。参考になれば。えー、IP テニスコンサルティングさんからアップしてんな、ということで。はい。アップしてます。 えー、頑張りました、えー、っと昨,日昨,日か昨日のスキラジーについたコメントでステップインさんから「おおそうです。丁寧に打とうとすると手がふにゃっとなってしまいます。今ホームを直しているのでもう大丈夫だと思います」いうことで。ふにゃってなっちゃう方はあのー、どこの筋肉を固めてどこの筋肉を使おうかなと思ってほしいのであの手がふにゃってなるということは。 例えばこう握力を入れたり抜いたり手首を動かしたりすると前腕の筋肉がこう伸びたり縮んだりします。で肘を曲げたり伸ばしすると上腕の筋肉が伸びたり縮んだりします。で肩を動かそうとするとあの、ま、下側で使えれば胸が縮んだり伸びたりすると思うので、ま、実際には肩甲骨側の,あの筋肉を伸び縮みするんですけどこっ,こっちの筋肉を固めてこっちの筋肉を固めてこっちの筋肉が動くような意識で練習ができればと思います。ま実際には少し動くんですけど、ね、動くくんんでですすけけどどね どこの筋肉をメイン使おうかなって思いながら練習できれば。じゃあ次、えっと、たくさんから。えー、クルメオープンでは挨拶できる、挨拶できてよかったです。えー、時間の関係で、やひろさんのテニスは見れなかったですが、えー、うらさんと唐津の森さんのテニスが見れてよかったです。えー、うらさんのパワフルなショットやキックサーブは全国レベルですね。えー、森さんの上手なテクニックにも驚きました。えー、自分はまだまだ実力不足ですが、今年は何回かオープンレベルに挑戦していこうと思います。 エイロさんと当たるかもでですねということであのたくさんあの3月の12日にあの春日で新大連があるんであれだったら出ませんか一応あの森君も誘ってますあと結局クルメオープンはあのなんだっけあまあいいか <laughs> あのチャンピオンも出るんでクルメオープン優勝したあの,のも出ると思います、えー、と自分の試合はエイロさんのテニスを意識して相手よりも遅い球でミスを減らして数試合は勝てましたが 途中で相手も繋ぎ出して点が取れなくなりました、えー。そこでテンポを変えて攻めればよかったのですが、ミスが怖くない相手に攻められ負けてしまいました。そこで攻め切るためにはしっかりとした基礎が必要ですね。また動画見て練習していきますということで。はい。えっ、ー、と、そうか。もしあの途中で相手が繋ぎ出した場合はやっぱネットプレイですよね。ネットプレイをするか、むしろ相手が、えっ、ー、と、繋いでると思うんで、 こっちもそれ以上に返そうかなと思って、向こうが、あの、あ、なんかこっちが攻めないかんのかなってちょっと思わせれるような、えそんな感じになればいいんじゃないかなと思います。じゃあ次ですね。えっと、同じ動画についてはコメントで、えっと、IP テニスコンサルティングさんから、やらかしたみたいやなってことで、はい。なんでやらかしたのを喜んでるのかしらわかんないんですけども、はい。緊張しましたね。クルメオープンめちゃくちゃ緊張した。なんか、なんだろう。 全国大会より緊張したかななんか、うん。全国大会より、全国大会もめちゃくちゃ緊張しましたけど、なんかそれ以上に緊張した気がします。えー、じゃあ次、松本さんから、えー、面白い、百戦錬磨の a ルさんの弱点は多くのファンの応援でしたかってことで。いや、ほんとね、クルメオーバーあの、YouTube 見てますってめっちゃ言われましたね。あの、なんか、はい。意識しないでおこうと思ったけど、なんかめちゃくちゃ意識しちゃう。なんかこうもう、あれですね、一回思ったらやばいですね。一回思ったら、あ、 ちょっとやばいかもしれないなってずっと思ってました。そんな感じです。じゃあ次ですね。えー、っと、J4 全、あ、JU 全さんから、えー、総再生数は1、概要欄の一番下で見れますよってことで、はい、ちょっと見ました。あの、あ、そんなのあるんだって100万回再生でしたよね。なんかちょっとそれがすごいのかちょっとわかんないですよね。他の方がどんなのかわかんないですけど、はい。まあ、頑張ってました。えー、まだまだ頑張ります。 じゃあ、昨日のクルメオープン1回戦の、えー、とコメントで、怖いよ、いじめないでよさんから、えー、俺、参上を選うということで、はい。えー、と参上していただいて、あります。えっ、ー、と、あ、グリップ別フォアハンドの打ち方っていう動画についてコメントで、藤原しんしあ、いやいや、秀敏さんか。えっ、ー、と、クボタテニスのフォアと似てますねということで、はい。まあ、参考にさせていただいてます。全く一緒ではないですけどね。僕なりにちょっとこう考えながらやってますけども。 あののー、ははいい頑張ってますす、はい、今日のコメント目は終わりですなんかね、今日はあのなんか声のトーンが低いのは、あのうちの息子はね、ちょっとこう、投校班とあんま馴染めてないんじゃないのかなと思って、ちょっとこう、はいなんか全然こう、なんだろうな、はい、子供のことで悩んでる、まあ、親がこう、変に干渉しすぎたらだめだよなと思いながら。 だけど、うん、なんかどうにかしてやりたいなと思,思うんですけども、答えが見つからず、なんかこう、声のトーンが低い感じで、今日はコメント見しました。すいません。そんな感じで。はい。まあ、とりあえず今日も、天気はいいので、一日頑張っていきましょうということで、えー、今回動画は終わります。ありがとうございました。